皆さんこんにちは。パラドックスライブオンステージザ・キャッツウィスカーズ夏目龍役の堀海人です。ただいまですね、ビジュアル撮影が終了しました。見てください、この装飾品、もうすごいね、装飾品が多いんですけども、とても楽しい撮影をすることができました。皆様にね、お見せするのがとても楽しみでございます。そうですね、今回のこの作品はですね、ラップをメインとした舞台となっておりますので、僕的にこうラップの良さっていうのは、普段口ずさんでる歌よりも言葉の意味だったり歌詞の良さがこうストレートに伝えられるんじゃないかなと思うので、それを舞台上でも表現できたらと思っております。劇場で皆様にお会いできるのを楽しみにしております。以上、ザ・キャッツウィスカーズ夏目龍役の堀海人でした。バイバーイ。